はい、どうもマムです。今回ですね、こちら空のね袋を持って、こんだけでもう何も入ってないけど自由で、ね、買い物をしてきました。今回結構ねいいよ、マジでいいと思えるやつ3点と別にいいんじゃねってやつ1点買ってきたんでね、こちらをリビューしていこうと思います。いやマジでいいよほんまに。ついに GU さん本気出してきてんじゃねえかっていうことでね、ニットを2点とパンツ1点とあとはインナーかな1点買ってきたんでね、よかったらお買い物参考にしてください。天気もいいし暖かいしね、もういよいよ春到来って感じかな。花粉症すごいね、皆さん花粉症にはねお気をつけください。そしてね、もう気温の寒暖差もすごいんでね、風邪ひくなよってことでね、クソお世話になりました。オーナーゼーフってことでいきましょう。領域展開じゃじゃん。今回ね紹介していくアイテム1点目がですね、いいやつ順からいく、いいやつ順からお願いしますってことでね、いいやつ順からお願いされたんでこれいきましょうか。バギージーンズ、あこれね今気づいたけどね、やっぱ変わってるわ。バギージーンズを紹介していきます。アイテム詳細はねこちらの MacBook Air でね、学生の頃は MacBook Air を分割で買って48回までとかで買ったんかな、買ってスタバでパンパンするのはかっこいいと思って一生スタバ行ってましたね。それでブログを作ってましたよ、懐かしいね。バギージーンズをねこちら今回買ってきました。定番のやつじゃないですかと、いやワムーと、もうバギージーンズ知ってますぜっていう方もねいらっしゃるかもしれませんが、今回ねおそらく今回からいろいろ変わってます。カラー展開まず結構ね素晴らしい展開をされておりまして、グレーグレーベージュブルーネイビー展開で、04グレーとベージュとネイビーがいい色味やなってことで、今回は一番こうしっくりきたね、このネイビーじゃなくて絶対ネイビーじゃないや、ベージュを買ってきました。ベージュのね28インチが店頭にあったので今回28インチをね買ってきております。僕でもベルトギリせんくても履けるぐらいなのでウエストが細身ですね。ただバギージーンズってことなんでシルエットはね思い切った太めのシルエットですが、上品に履けてですね、その理由がですね、この色味、悪く言ったらめちゃくちゃ悪く言ったらおじさんのチノパンみたいな、おじさんのチノパンってまあ上品やんか、だからそのドカッと太いデニムやけどその上品さがねあるんですよ。まあ確かにでもおしゃれ何も知らないおじさんが履いたらただのおじさんになるわ。ある程度服をねこうなんか楽しみたい、トレンドを抑えたい、春服楽しみたいって方は結構おすすめかもしれないけど、確かに今おじさんが履いたとこ想像したらうってなるから、うってよくなるな、ただのおじさんになったんだから、僕ただのおじさんですわって方はネイビーの方がいいかもね。これただいいよ、これいいわ、ただのおじさんでもねかっこよく着こなす方法を今日僕伝授するんで、よかったらそちら持って帰ってください。このデニムのねいいところ、まずねここ変わりました。多分ボタン、前まで GU ジーンズっていう最悪のロゴが入ってさボタン使ってたやん、一番証明してほしくないっていうか、デニムを買ったのって GU ってなんか書いてほしくないやん、この GU ってこのボタンにね、テンション下がったんで、これはねすごくいいとこやなとね思います。これはね GU ジーンズって書かんくなったもん、すごい最高。こういうデニムってさ普通はここのボタンじゃなくてここのなんかねパーツか、生地を留めるパーツ、ここもね普通は金とかブラウンとかイエロー系が多いんですけども、やっぱ全体のねバランス上品感を保つためにシルバーになってるんですよね。なんで全体的にねグレーっぽいサイドに低いベージュやし、こういうねパーツもシルバーってことでね、ほんまにねシンプルかつ上品なねデニム、シノパンっぽくも履けるデニムにね仕上がってますね。25以上のおしゃれ3層にはねもうぶん刺さりするアイテム、僕もねこれ結構僕アパレルディレクターとかも仕事でやるぐらいには服は好きなんですよ。その辺のなんかアパレル店員さんよりかはおしゃれじゃないし、これからももっと勉強していかなあかんなとは思ってるけど、もちろんただまあ服はもちろんめっちゃ好きで、そんな僕でもね普段履けんなって思ってるぐらいかっこいいんで、普通にこれはね買ってよかったなと思います。2キッキューなんですよね、料金も安いよ、3000円払ったらね10円落ちてくるし、袋もらってもいい、3000円ぴったしってもう頭おかしい、ほんまにすごい。しかもねこのポケットもちゃんとまあ大きめのポケットがついてて、でここにもねちっちゃいポケットついてますと、決戦の時に使えるドームをね、ドーム先輩をここに入れれるんで忘れることもないと、もう最高ですよ。でこのシルバーのボタンの次にね、ここにねゴールドのジップと統一すればええやんと思ったけど、ここがねあえて金の方が一アクセントになっていて、逆に金の方がいいかもしれないですね。でここピーって開けてもらえると、まあ、開閉もまあまあそこそこしやすい、ありです。いやーこれは買ってよかったね。で後ろポケットもねもちろんついてますと、ベルトループもついていて、マジで不満点はね1個もナッシングトゥーマッチな感じですよ。これはね店頭で見てみてください。1個残念っていうか、さらにさらに希望を言うと、生地のね表面感がね綺麗すぎるから、洗ってもうちょっと毛立ち、毛がファサーって糸が出てくるぐらいにこう洗って毛で変化させていくともっとね良くなりそう。なんで今後は楽しみなデニムです。これはねいいよ、コットンなんでね経年変化もね楽
楽しめるんで今後に期待できる。 164cm、55kg で28インチ着たらね、こんな感じでございます。じゃあね、このデニムを使ってねコーデを組んでいきましょい。はい、ってことでね、今回こちらです。ご覧ください、バギージーズ28インチ。ピントは大丈夫かな、マイクは大丈夫でございます。ピントも多分大丈夫。28インチですね。ベルトなしでこんなタックインしてへそ下で履いてます。これ以上上げるのは無理ですね。へそ下で履いております。シャツがシウンでね、ネイビーのシャツの S を着てますね。やっぱこの春先がさ、こういうホワイトベージュみたいなこの絶妙なカラーとネイビーに合わせたまんなくいい。でこれでブーツを合わせるっていうね、大人シャツスタイル、これはたまんなくいい感じでございます。これに何を合わせるかというと、セブンイレブンのコーヒーもちょっと飲みつつ、何でも合うよねこれね。ジャケット羽織ったけど綺麗すぎたんでね、ちょっとこうやってネイビーのねブルゾンとか羽織ってもらえると、おじさんになりすぎずねバランスがいいかなと思います。こんなんもうボタンとか開けちゃったらさ、よりさ着崩せておしゃれっぽく見えるんちゃう。こんな感じ。最近ねこうシャツとブルゾンとかね、こうレイヤードするのがね僕のマイブームですね。ついに28年間生きてきて人生初のレイヤードブームが来てます。いかがでしょうか。じゃあこんな感じでね、次のコーデいきましょう。お次のアイテムいらっしゃっせー。こちら、これもね展示会で着させていただきました、あのニットがねついに発売でございます。ブークレーニット V ネックプルオーバーですね。カラーがダークグレーとオフホワイトブラウンとあるんですが、頭1個以上抜けて群抜きでこのダークグレーがおすすめでございます。今ね V ネックのニットってすごいねトレンドというか、あのおしゃれなブランドで結構やってるとこが多くて、僕もね欲しかったんで、でも欲しいやつは大概ねもう2万3万平気でしてくるんですよ。もうカシミヤなんか言っちゃったらもう7万とか、僕は7万ぐらいのやつが欲しかったんですけども、そんなにね稼いでもいませんし、7万ってなったらやっぱねめっちゃ無理したら買えるけど、どうしようかなって足踏みをしていたところですね。こちら GU で発売されていたので一回買ってみようということで買ってきました。このね一回買ってみようをね30回ぐらい我慢したら余裕で買えるんでね、これ一回買ってみよう我慢するっていうのも手かもしれん。ただ一回買ってきました。はい、でまずねこの商品名を見てね、ブークレーって何やねんって思うかもしれんけど、ブークレーってフランス語でさ輪っかっていう意味やねんけど、表面にこう輪っか状のね糸がねこうバーってなっている生地でございまして、まあよくあのタオルってあのパイル生地っていうか、タオルのパイル生地の方が輪っかがちっちゃくて、ブークレーの方が輪っかが大きい。タオルってこう肌触りめっちゃいいと思うねんけど、それぐらいね肌触りが良くて柔らかい。なんでまあタンクトップとかの上で着ても全くチクチクしないね。そんな生地の名前がブークレーなんですよね。 XS から XXL あってね、今回 M 買ってきてんけど、展示会ではね L サイズ着させてもらって若干大きかったんけど、だから M にしようと思ったけどね、 M はちょっとちっちゃかったかな。 164cm 55kg でね M 着たらこんな感じです。もっと大きめに着たいって方は L でいいかも。僕もね多分 L やわ。 L が大きかったっていう記憶だけで M 買ったけど L でした。ミスった。ミスでも、でもこれを友達かフォロワーさんかにあげてもう一個買うぐらい、そんなこともできたぐらいね安い29kgなんで。このアイテムね V ネックの深さも浅くて、僕みたいな V ネック初心者にも使いやすいし、生地もすごい伸びて柔らかいんで、あ僕みたいな敏感肌にもいいと。もう一個いい点がありまして、袖口とかのリブの絞りが強いんですよ。ここはね結構細いんですよね。でこれは好き嫌いあるんですよ。僕はでもリブ強い方がクラシカルなニット、昔のヴィンテージのニットみたいな感じがして好きなので、僕はここはねいい点だと思いますが、リブのね絞りはきついの苦手っていう方もちょいちょいねいらっしゃるんで、そこだけは注意点かなと思います。で一個だけね、なんか僕これ大丈夫かなと思うとこがあって、よりやすい生地がマイロンすれば多分大丈夫やねんけど、ここのネック部分とかがこうよれやすかったり、あとは店頭にあったのがハンガーがね形がすっごいね出っ張ってて、肩がすごいつきやすいんやなって思いました。これしか結構重量感あるんで、多分生地が伸びるんで畳んでね売ってほしいなって思ったんですけど、多分一押し商品なんでね、ハンガーで吊るしちゃった。見やすいけどね、その方が。いざ買うってなったらやっぱ吊るすんじゃなくて畳んでおいてほしかったなって思う。多分吊るしてたからこのね売れてると思うんですよ。伸びてここが襟周りがね、ニットで一番人に目つくとこってここやん、襟周りやんか。それだけはちょっと残念かなと思ったけど、まあまあまあ着たらあんま分からんし、アイロンで、ね、伸ばしゃいいし、もうそこも含めても全然ね後悔はしてないアイテムですですし、あのフォロワーさんにおすすめできるかっていうと、おすすめできるアイテムですね。ただまあ俺は絶対にアイロンしないやって誓ってる方にはアイロンしろってね言います。アイロンしろ。生地が綿78ナイロン20ポリウレタン 2% ってことなのでね、ほとんど綿なんでね、ほんまにね柔らかいハンカチみたいな感じで着れます。トイレ行った後ハンカチなくてもこれで手拭けますね、楽勝に
あの女の子の前ではしてん方がいいけどね、楽勝に手を切るわ。で女の子がタオルないとか言った時もこれで拭かせてあげよう。それぐらいもう柔らかい高級ハンカチって感じがします。お母さんがなんか持ってるボロボロのハンカチって感じがするんだ。それぐらいね柔らかい。じゃあねこのアイテムを使ってねコーデを組んでいきましょう。164cm で M 着てみました。折り返すとこんな感じですね。これはまあかっこいいよな。まあ、M は若干ちっちゃかったんで L にしてもいいですが、ジャストで着る分には M でしょう。いいね。じゃあこちらね上何着ていくかというと、これもでもコートの合わせよかったで一回コート見していい？ちょっとごめんな。ちょっとごめんな。これ今日2回目かもしれへん今日な。これねいいよこの合わせ。このねベージュとミリタリーグレーと青っぽいグレーが相性もいいよな。ルメールとかオーラリーとかそっち系のなんか色彩な感じがしてめっちゃいいよ。このちょっとなんか淡いカラーに革靴で引き締めるサイドコアブーツみたいな、この合わせがなかなかねプチプラに見えない。言うてコートもこれ1万5000円だからめちゃくちゃ安いよ。ブーツはこれ3万7000円ぐらいするけど自由でも売ってるし、これはマジで革命だと思ったんで一旦ね見せたかったです。じゃあ別のアウター着てみる。次ねニットをねスラックスと合わせました。これならまあ白 T が見えてもねおじさんっぽくならへんってことで白 T チラ見せ。いいね、間違いなくかっこいい。これ激モテファッションやねこんな。これで春デート行くんやろ。めちゃくちゃいい。これは彼女おる人もおらん人もぜひねデートあったら着ていってください。 GU でもねバギースラックスみたいな太いスラックスあるんでそっちでね合わせてもらってもいいかもしれません。シウンのねこの絶妙なドレープ感がねこのコーデのなんか色気にね拍車をかけてますね。じゃあアウター何着るかやねんけど、これもねなんかコートかっこいいけどもうコート見たないような、もうコート見たくないですよね。でもそれでもまあコートの方がこれはいいかもしれんってことで一回見せさせていただいて、だってかっこいいもんほら、かっこいいコーデを見せるのがね僕の仕事なんでこれでしょ正解。さっきのデニムよりこっちの方がいいわ。こっちの方がなんか無難っすね。うわこのなんか全身ダークトーンに襟元にちょっと見える白がいいよね。あこれですわ。ミリタリーグレーとちょっとブルーっぽいグレーと普通にグレーがねこの色合いがたまらんですね。全身ブラックでもかっこいいけどやっぱね春ってことでちょっと色合いをねちょっと薄めたい、色合いを足していきたいってことでねこれぐらいの方がいいんじゃないでしょうか。冬ももちろんいける色合いやけど春ならねよりこう誰でも挑戦しやすい色彩になってるかなと思いますね。いやーこれは楽しいな。次のアイテムこちらですね。これもいいよ。今回ほんまにね豊作ですわ。全アイテムユニクロとかでも全然いい。僕ユニクロと GU やったらユニクロ派なんですよ。質がいいから。ただ最近のユニクロ GU の買い物したやつでどっちが気に入ってるかというともう GU ですね。この3つで。それぐらい勢力図が変わるぐらいねめっちゃ今回良かったよマジで。ガーメント大ニットプローバーってことで、ガーメント大って僕もシウンっていう低身長男性に向けたブランドをやってんねんけど、ガーメント大ジャケットっていうのを出して、それがこんな感じでね服を完成させてから染めるから一枚一枚ねなんか染まってる感じが若干違くて、なんか一定ものの感じがするし、あとはねこう若干この糸を染めてへんから色にね不均一性、均一性がもうないんよ。そのなんか絶妙な均一性のない感じがね今の効率化されたものづくりっぽくなくてかっこいいってことでね、おしゃれなブランドもたくさんこうやってガーメント代用されてるんですけども、今回なんと GU からも出ました。色展開がグレーとブルーとベージュがあんねんけど、絶対ねこのベージュがいいっすよ。ついでグレーかな。なんでベージュしたかというと、3色の中では一番ねガーメント大感、製品染め感はないけど、逆に言うとあからさまにグレーとかブルーみたいに染めてる色落ち感があると結構カジュアルすぎるのね。ストリートファッションっぽいってなって、僕はちょっと綺麗めカジュアルが好きなんで、そう思うとね圧倒的にベージュです。しかもやっぱ春ってことでね、暗い色よりかも明るい色を着たいってことで今回ベージュにしました。他の色と比べると製品染め感は少ないけど、やっぱりこのリブの色の乗っかり方やこの肩のねこの縫い目の色の乗っかり方を見るとね、やっぱ製品染め独特の色の表現の奥深さがねあるなとね思います。サイズ感もねリラックスシルエットってことで今回ね M サイズ買ってきました。ブークレよりかは気持ち大きめに着れてますね。 164cm で M サイズ着たらこんな感じですね。非常にな問題点がねないぐらいちょうどよく着れております。中にはタンクトップをね合わせてます。で今回生地がねメイン100ってことで、やっぱこういう生地でポリエステルだとね、 GU のポリエステルってテカリ感がすごいんでね、それやったらすごいんでね、やっぱ綿の方がね嬉しいなって感じですね。前までやったら多分1990円とかでポリエステルが多めでこんなん作ってたと思うけど、やっぱ1000円プラスしてもね綿で作った方が服好きそうは嬉しいとね思います。かっこいいね普通に。僕がねこのほぼ同じデザインのニットを某ブランドで買おうと思ってたんですよ。綿浅で2万8000円したんで、それ思ったらね今回こっちもなかなかありな選択肢かなとね思いますね。一回選択とかしてもうちょい色合わせた雰囲気をしてももっとかっこよくねなると思うんでね、ある程度楽しんだら選択しちゃおうかなって思います。
でね、リブと本体が色の乗っかり方がちょっと違うって言ったけど、リブがねナイロンが 3% 入ってるんよ。なんで面だけで作っちゃうと結構伸びやすいですけども、ナイロンは入れることによって伸びにくくしつつ色のね乗っかり方も若干変わるんで、このアイテムのガーメント台の独特な雰囲気がねあるんかなと思います。こちらのアイテムを使ってコーデをね組んでいこうと思います。164cm がですね、今回こちらニット M を着てみました。この M とこのデニムの合わせもいいですよね。でこうやって、ブーツで引き締めると、かつなんか黒いネックレスなんかしちゃってもいいんじゃないですか。こんな感じで黒いレザーネックレスなんかしちゃってもなんか雰囲気出そうで、メガネシーノもありですね。これね、コートアオリーノなんかしちゃって、でコーヒーノミーノ突銀河ってめっちゃ痛い、みんな知らんやろ。はい、こちらコート羽織っちゃいました。突銀のってみんな知ってる？知らんのちゃう。こうやって羽織ってね、ベージュミリタリーグレーっていうね、結構ティーバーランのルックっぽい雰囲気のコーデができましたね。かっこいい。これ大人、27歳の僕でも余裕でできるし、もう35とかなんなら40とかでも全然できるコーデですよね。これかっこいいわ。これでこうカメラ持って散歩すんのが趣味です。最近は子供もできて、お子さんとね公園に行くのが趣味です。よろしくお願いします。モテるわ。ルカと絶対不倫してるもん。これはすごい。ルカと不倫できるコーデぜひねやってみてください。カバンなんかこれもう何でもいいけど、これとかエンダースキーマーのアーズマバッグ、何でも入る。これねもう200分ぐらい、1泊2日余裕でいけるぐらいカバン大きいんで、1泊2日のね不倫旅行とか絶対これで行ったらね、不倫相手かっこいいって言ってくれると思うわ。不倫はあかんよ。こんな感じでかっこいいっすね。マジで今回思いのほか良作が多いっすね。 GU さんマジでお金もらってないけどね。お金もらいに行こうかな。お金欲しいわ。それぐらいいいって言ってるけど、この動画ではガチでいいもんな。安い。上下6000円やろ。次のコーデはこちら、ちょっと襟元にね白 T、 この10で買ったやつレイアウトしてみました。いいね。ガーメント台のねニットに軍パン合わせてみました。サイズ M ですね。アースカー同士っていうかベージュにオリーブっていうね、間違いない太古からある組み合わせですね。でメガネなんかしちゃってもちょっと黒人っぽくに見えていいかもしれません。これはもう太古からある組み合わせや。カメラなんか合わせちゃってもちょっとギアっぽい感じがねいいっす。これだとレザーバッグかな。はい、ってことでこんな感じでね、レザーバッグなんか合わせちゃってもよりこうなんかこう土っぽい雰囲気がレザーで引き締まるんでね、かっこよくなると思いますので、こういう土っぽいなんかねちょっとやぼったいかなって悩んだ時はね、ぜひこういうレザーバッグ合わせてみてください。こういうブルゾンなんかも合わせちゃってね、古着のブルゾンで鬼土臭、鬼男臭いコーデなんかもね、男子同士で遊ぶ時なんかはいいかもね。ケンコバさんの若いバージョンみたいな雰囲気もあって、これもこれでいいね。古着とかのショッピングで着ていきたい。いかがでしょうか。よかったらね参考にしてください。次ね、今回こちら買ってきました。これはねクルーネック T シャツ、コットン100のサイズ L、 タック T ですね。490円やったんで一回お試しで買ってきました。一回買ったことあって、その時にすぐ生地がもうビロンビロになって終わってんけど、もう一回チャンスを与えようってことで買ってきました。相変わらず生地がねめちゃくちゃ薄い。この薄さが逆にいいですよね、インナー使いに。これは特に話すとかないよ。もう普通の T シャツで、生地がもうめちゃくちゃ透け感が出るぐらい薄い。ただこの薄さがブークでニットとかね、 V ネックのニットと合わせた時に邪魔せず着膨れせずいいかなと思って買ってきました。これもね 164cm で着用してみます。シワがねエッグインで、一回ちょっとスチームアイロンしようか。M でこんな感じです。いやー今回ね自由で計4点紹介していってんけども、マジでおすすめできるアイテム多くて買ってよかったなーって思ってますね。普段どれも意外と着ちゃうかもしんないですね。それぐらいいいアイテムでした。自由とかユニクロはリクエストってね募集していて、リクエストのあったものをね買ってくる形が多いんで、普段まあ着るか着ないかは置いといて買うことが多いねんけども、今回はねマジで普段着るかなと思ってね買ったんでね、まあほんまにいいわ。よかったら見えてください。じゃあね、今回の動画ね参考になったらですね、ぜひね高評価お願いします。リクエストもねたくさんお待ちしてるんで、よかったらコメントとか DM でねリクエストしてください。いつもねご視聴いただきまして本当にありがとうございます。このチャンネルでですね、低身長でも低コースでね最短でかっこよくなる方法をね発信しております。一緒にねかっこよくなっていってね、もう世のね高身長男性どもねギャフンと言わせてやりましょう。日本人のね低身長男性をかっこよくして、低身長男性イコールかっこいいというね新しい常識をね作るために YouTube 運営してるんでね、よかったら応援お願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、アレブです。バイバイ。あっしゃ。